富山競輪開設67周年記念、31日に2日目を行いました、メインの優秀春報剣賞、勝ったのは平原浩太でした。任せた長島大輔、3番手にこう入ってそこから勝負をかけてもいいのかなという感じもあったんですけれども、やはり後ろに平原諸橋といるところ、長島ももう収まることなく、強引に叩きに行きました。そういう焦りも長島にあるんでしょうけれども、そこは番手の故障がこうさばききって、平原がその後どうするかなという流れ、そこに山中秀武が襲いかかってきました。平原としてはちょっと内に詰まる展開だったんですけれども、古性がそこの対応をして、狙いで出していた浅井がまくってしまうのかなと思ったんですけれども、古性優作さすがに、素晴らしい瞬時の判断、初日終わった後も全体が見えているということを古性が言っておりましたけれども、優秀戦あれだけ山本慎一がかけた後、どう結果に結びつけるかというところで番手から出ました。古性のその判断、平原にとってはその動きが、展開としては向いた形でもありましたが、しっかりその位置から差し切って、人気に応えてくれました。優秀戦のそのレベルの高さを感じつつ、二次予選では最終レースになったんですけれども、早坂修吾と森沢太志の北日本タッグが人気に応える。森沢太志本当に、自己点、違反点が溜まって、苦しい時期を過ごすこともあったんですけれども、そういったなりふり構わない仕事ぶりというのが、本当に光る、男の中の男だなという感じがします。もちろん早坂修吾もその森沢が後ろにいるということでの、組み立て、自分の脚質を生かす走りというのが、2日目に見られたかなと思います。準決勝の3番、ちょっとこうスピードのあるレースにどれもなりそうかなというところです。狙いを出していきます。準決勝10レースを狙います。並びは9番5番古性優作澤田義和、1番6番4番田中春樹石勝幸大塚秀信、7番2番鳥取優吾橋本剛、8番3番片織亮太に諸橋恵になります。鳥取と片織、2人積極的にこう先手を取りに行く流れになりそう。番手がちょうど橋本剛とこう諸橋恵とはしっかりしています。2人ともさばきが強烈なので、前段の方でこうもつれる感じがある。そこを本命人気になりますけれども、古性優作が、位置を取ってまくりを仕掛ける。澤田義和が、ついていける、タイプの選手なんですけれども、前に橋本であったり諸橋といったさば、きの強い選手がいるので、古性から連下がちょっとこうもつれて、2、3着手広く狙うと穴があるのではないか、また動きのいい田中春樹あたりが2着に、飛び込んでくる、9番から線の 1,2,3 と、一応ついてくる9番5番、1,2,3,5 から3着は、ちょっと流し気味に 1,2,3,4,5,6,7、こういった形で、中穴小穴あたりを拾いたいと思います。10レースは古性からというところで狙いました。11レースは平原浩太、12レース浅井浩太、12レースの浅井浩太は山本慎一につけてという戦いになるんですけれども、根本的には平原浅井どちらも1着で通過かなという感じがいたします。ただその中で11レース、中部の後輩の長尾健太に任せる地元の小島啓司、すんなり番手まくりに持ち込めるかどうかというところなんですけれども、なんとか小島啓司今年決勝になってほしいなという、気持ちがすごくいたします。11レース12レースにも大注目でいきましょう。